はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今回やるゲームはこちら、ダークスカルビーベアドール。はい、このゲームをねやっていこうと思います。それでは始める。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、始まりましたね。影が、ドアは開かないですね。すごい影がでかいですね。で、この時計は、Hello? Anybody home? Scare me? CJ? なんかいますね。いない？あ、いるよね。え、なに？電気消すと出てくる。あー、やっぱそうなんだ。え、これ消した状態でいくと、あ、かわいいシルエットのクマさんいますね。いや、とりあえず見えないからつけましょう。で、はい、いきなりの怪奇現象がちょっと起きたんですけれどもね。ドアを開かないですね。この辺に何もないですね。いや、今なんかクマさんいたんで、なんか物があるのかなと思ったけど、何もなさそうですね。ここ開かないですね。で、ここも開かない。あ、開いた？開いたね。よし。ドアがバインバイン言ってます。で、トイレですね。ターボウォッシュって書いてありますね。ね、トイレットペーパー、直置き。はい。で、風呂は汚いですね。いや、掃除したい。はい。で、とりあえず何もないんで、いや、すごい暖炉の火が。はい、で、棚は開くのかな？開かないですね。で、これがコーヒーか。コーヒーを引くやつですね。うん。あれ、引くと美味しいよね、コーヒーね。今、いたね。いるね。すんげえ見てる。こわ。誰？やば。ずっと見てくる。え、首が360度回るタイプの人間ですね、これね。OK。なんかキッチンって言ってましたね。いやー、すげー見てる。よくパソコンそれでできますね。で、ここら辺はないですね。ベッドもこれ取れない。あ、ここにもう一人いるんだ。二人でなんか作業してるんですかね。何か作ってるのかな、これはね。そんな感じですね。はい、じゃあキッチンを探しましょう。とりあえずこの部屋に行きましょうか。暗い。電気あるのかな。ちょっと、あ、今なんかあったね。よしよしよし。暗くてね、見えないんですよね。マリリンちゃんのパソコン、ちょっとモニター暗いんでね。で、ピザだ。はい、ピザ取って、おっと、おっとおっと、はい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 。Hey, Skirb, I go and come back. びっくりしたな、急にクマが出てきました。で、主人公交代しましたね、これ。あ、これは見てくるタイプじゃない方のもう一人の人です。すげえ怖いな。Wife is hasn't late. これ電気消したらどうなんだろう。怖っ。あそこだけ浮かび上がっちゃって、怖っ。あ、ちょっと電気の場所がわかんない。どこだ？暗くて見えないぞ。あー、これだな。OK。はい。じゃあちょっとキッチンにね行くんだけど、その前にこっちのお部屋が気になる。お、でかいテレビがあって、これなんだ？パン。なんでパンが直置き。テレビつくのかな。ついた。これリモコン、うん。はい、とりあえずまああんまり意味のない部屋なのかな。じゃあキッチンに行きましょう。はい、あ、消えてる。また電気を探さないといけないね。どこだっけ？あったあったあった。よしよしよし。倒れてますね。うん。倒れているんだけど、どうしたもんだろう。何をすればいいのか。この冷蔵庫とか、なんかあるのかな。あ、いけない。ここ通れないんですね。で、あ、いるじゃん。いる。しかもすんごい数。
可愛いのか怖いのかちょっといまいちよくわかんないけど、でもいますね。電気消したところで向こうわかるから意味ないね。閉じたら消えない。どうしよう、これなんかじゃあ走ったりとかできるのかな。走ったりジャンプとか、あ、走りいけるね。あ、ジャンプもいける。これじゃあ飛び越えればいいのかな。おーっと、あい、ちょっとびっくりしたよ。あ、また何、主人公交代。あ、もういるね。なんだなんだ。あ、ベッドの下に隠し通路があるんで、あ、追ってくる、追ってきてる。走って逃げんだ、ダッシュしてる。あ、なんかダメそうだな。あ、ダメだった。出た。もう一回ちょっと、もう一回いきましょうか。こっからなのね。よし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 。で、はい、ベッドの下に逃げると。じゃあ今回はもう脇目も振らず走っていきますからね。はい、ダッシュして、あの奥に見えるのはドアなのかな。あ、やばい、追いつかれるわけないよね。だって最初からダッシュだもんね。はい、もうちょい、もうちょっとでたどり着きそうだけど、これはドアじゃないですか。なんだ、拳銃。おう。え、やった。はい、終わりましたね。いや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 、クマさん可愛いけど結構怖かったですね。はい、面白かったといったところで、今回の動画はおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。